ございます。ごきげんよう。2020年5月の18日になりました。今日もこれから、国会へ参ります。皆さんどんな朝を迎えでしょうか。低気圧がですね近づいています。ごきげんよう、おはようございます。南西諸島から広く西日本、それから東海にかけてですね、熱帯低気圧から変わったその低気圧が通ります。で、前線が停滞してですね、大雨にどうぞ皆さんご注意ください。で、その低気圧が南にある時にでもですね、前方にあるっていうか、要するに低気圧が進む方向にあるですね、前線を刺激して、線状降水帯とかですね、そういったものが発生をしてきました。私は九州の佐賀の出身ですけども、佐賀でもですね、台風が遥か南の海上にある時にでも、前線がある時には非常に気をつけなきゃいけない。そういう気圧配置はぜひ空をですねよくご覧いただいて、今日はこういう曇り空ですね。今も朝で、朝ここ食堂があるんですけども、そこで、限られた人数しかいない、いつものメンバーですけども、3人ぐらいですかね、いろんなお話をいたしました。さて、医療界の下町ロケットっていう、話を今日はしてみたいと思います。奈良の県医大ですね、が、世界初のですね、オゾンで、これベンチャー、いろんなところがですね、商社とかも組んで、実験に成功して、オゾンでその空間を洗浄すると、ウイルスをもうほとんどなくすということに成功しました。で、そのニュースが週末駆け巡りましたね。非常に勇気の湧く話だと思います。で、これを私も気になったんで、いろんな医療界の人から話を聞いてみると、その元となったのは、医療界の下町ロケットっていうか、若い社長さんのですね、ベンチャー企業だったんですね。東大阪市にある企業で、その田村テコっていう会社だそうですけども、この社長さんはですね大手電機メーカーに勤められて、ところがそのお父さんがやっておられた日経新聞に載ってましたけども、金属加工の会社がですね、そのボイラーとかを作っておられたみたいですけども、そのボイラーが、いわゆる灯油型からガス型に変わって倒産をしてしまうと。で、なんとかそのお父さんの会社をですね、もう一回その蘇らせたいということで、その水にオゾンを溶かしてですね、で、それで空間を洗浄すると、いろんな技術をですね、開発をされて、そして、今に至っているようなんですね。すごい努力だと思います。で、その日経新聞の記事によると、徹底的なその見える化、いろんな大学病院と組んでですね、オゾンといってもそのいろんなものを殺菌するわけですけども、半端なメーカーが、いろんな不都合を起こしたこともあってですね、徹底的にその研究成果を見える化していったそうですね。それで今に至ってるらしいんです。でも、ちょっとある医療関係者から聞いたのは、こういう下町ロケット、皆さんも小説お読みになった方おられると思いますけども、大きいところがですね、潰しにかかる物語ですね。で、この会社もですね、そういうものに無縁ではなかったみたいで、様々なものを跳ねのけて現在に至っておられるみたいです。
で、これは別のとこから内部告発があったんですけども、今新型ウイルスの対策でですね、いろんな補助金が出てますけども、なんとこの会社をですね、私もその文書を持ってますけども、名指しでですね、補助金の対象から外すという通知を出した役所があるそうです。いやー、驚きましたね。だから役所がですね、なぜそういうことを出したのか分かりませんけど、私たち昔国会地面でずっと追及してるとですね、中央官庁のまあよからぬ人たちと、そしてその企業、大企業が結びついてですね、まあ様々な関所を、まあ関所の代官ですよね、そのお代官様に上納金を納めないものは通さないと、こういう本当このそうですね、本当に驚きました。まあ東大阪市っていうその町のですね中でたくさんのその人たちに支えられてきた小さなまあ企業のようですけども、実際その日本の技術っていうものをですね伸ばす中で何がアイロンになってるかと、 PCR もなんでこんなに世界から遅れたかというとですね、やっぱりいろんな関所があるんだなっていうことをですね、さらにさらに実感をしました。さて検察庁法の15条って今日書いてますね。で、この土日にある動画がですね、ものすごい回数を再生されました。それは、桜井よし子さんというかジャーナリストの方とですね、私も、拉致の、大会とかでもよくお会いする方が、安倍晋三総理とどの番組なんでしょうかね、対談をされているビデオなんですね。で、桜井さんがおっしゃるには、今回の検察庁法は質問ですよ、法務省が持ってきたんでしょと、その現在の検事総長がまあお辞めにならないということで、それで法務省からですね、検察の総意として上がってきて、まあ官邸はそれを追認したんだという意味のやり取りが総理との間で行われているビデオです。今正確に言えてるかどうかっていうのは、ぜひそのビデオを確認していただきたいと思うんですけども、私それいくつも矛盾があるなと思いました。検察庁15条、今回はですね、一級と言われる検事総長、次長検事、検事長と言われるですね、いわゆる天皇陛下から認証を受ける認証官、これのですね、なんか変なのが出ました。あら、映ってますか？こっけます。とんでもない、事実と違う。一級の認証官は、この、法務省が、法務大臣が任命するんじゃないんですよ。映ってますね。ありがとうございます。法務省が任命するんじゃなくて、内閣が任命するわけです。そういう認証官の人事をですね、法務省が、しかも検察の総意であれば、検事総長も入るわけですよね。というか、検事総長を頂点に、昨日も申し上げましたけども、金太郎飴のように、誰が倒れても全て一体となってやっていく、検察官、同一体の原則っていうのがすごく大事なんですね。で、いやいや、検察だってね、民主的な、中で選ばれなきゃいけないと。それそうです。だから内閣が任命するわけです。ところがその、定年延長で内閣の恣意的なものを許してしまえば、検察が抱えている矛盾というのは
さらにさらに大きくなると私たち思うわけです。逃がし屋本舗って言ってですね、特定の人たちをその逃がす専門の人たち、あるいは罪のない人たちをですね、国際でもそれ私ちょっとにわかに信じられないんですよね。木曜日の夜もインターネット番組で対談してるときに時事通信が、州内の採決は見送りかというようなことを出しましたね。で、私たちも円満に金曜日の内閣委員会が立ってましたから、まさか抜き打ち的に強行採決をしてくるとは思いませんでしたけども、万が一やられたときには対抗しなきゃいけないということで、いろんな手立てをしていたから、おかしなことを防げたわけです。で、この土日内閣の支持率が急落してですね、さらにさらに落ち込んで、もう 30% 台ですね。日本の大手新聞で 30% 台ということは、他国のですね、外国の報道がやった場合はもっと低いというふうに思いますね。だからぜひ皆さん気を緩めることなく、いろんな情報戦です。まあ本当に私今日記に書いています。国対委員長なんでそれを全部出すことはできませんけども、ネットでは 5% 以下ですか。そうでしょうね。いやだってこれおかしいですよ。子供たち見せられないでしょ。でもこれで国会に行かなきゃいけないんで結びにしますが、コネマンっていう方がですね、ツイッターのアカウントネームですけども、私が、国会に復帰してすぐ質問した予算委員会のビデオにですね、文字を入れていただいてました。で、見たら34万回も再生されていて、見ていただきましたね。私がディープステートっていうものについて話をしているものです。で、よく日本の政界はですね、保守とか革新とか右とか左とか言ってますけども、その日本の保守革新っていうのは、そんなに幅の広い保守革新じゃないですね。アメリカで言うと、もう極右と極左ってもう極端に幅があります。で、そのことよりも、これ目の前がアメリカ大使館の宿舎のようです、だそうですけども、アメリカから7年間間接統治を受けていて、長い間アメリカの戦争や、アメリカにも正義を、法と正義を守り、世界の警察官としてですね、頑張ってきた人たちが大多数なんですが、しかしその中に救う戦争屋っていうのがいて、で、その戦争屋をトランプ大統領の A チームですね。私 B チームは戦争屋に近いと思っているんです。A チームがこれを退治をしようとする。金融のそのハイエナ、戦争屋と金融ハイエナを退治をするんだということをですね、Q アノンっていう人たちが、まあどういうあれなのかわかりませんけども、ディープステートに対する戦いだということを言っています。まあ新たな分断なのか、それとも本当のことなのか、そこはアメリカの政界のことですから、私にはこれ以上わかりません。しかし、歴史は物語っている。で、動画の中で言っているように、200年を超えるアメリカの歴史は非常に繁栄と自由の歴史ですけども、その裏面として戦争屋がですね、自作自演の戦争をやって、そして利益を膨大な利益を、多くの人たちを殺害をしですね、戦争を誘発して、偽旗作戦って、偽の旗って書くんですけども、フラッグの旗ですね、作戦をやって、戦争を巻き起こしていった。ベトナム戦争、湾岸戦争、イラク戦争、それから911の対テロ戦争、これもディープステートの仕業だったんではないかっていうことが言われているわけです。で、日本はその
戦争への真下にいる人たちが時として政権を長く、もうまさに宗主国のようなふりをしてですね、日本を支配し、日本はこの30年間、その対日要望書によってですね、ものすごく弱まったわけです。それでもこんなに勤勉な国民だから、国民の力でここまで持ってるんですけども、本当にその日本の持ってる力っていうのを、どん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 削ぐ人たち。右とか左とか、そういう座標軸を一回抜けて考えてみてください。一回抜けて、右とか今までね、共産党はとか、社会党はとか言っていた。そうじゃなくて、日本の国民にとってどうかと。つまり明るくあったかいか、暗く冷たいか、民営化してですね、どん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 一部の人間だけが得をして、多くの人たちが、ひどい思いをすると。昨日ベルギーですごいことが起きましたね。その、首相がですね、病院を訪れるときにですね、お医者さん、看護師さん、病院スタッフの皆さんがですね、名誉の壁と言って、首相の車が入ってくるときに、背を向けるわけです。民営化や、効率化、新自由主義によってですね、どん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 追いまくられている医療現場の人です。で、この新型コロナの時に、自分たちを、頼りにして励ましに来たとか言ったって、取ってつけたことをやめてくれと。嘘を言うなと。日本もですね、今、注目をされている自治体というよりか、私はメディアに、生やされていない自治体も見ていただきたいと思ってます。今回の新型コロナで。本人が言うなって言うから言いませんけども、四国の方にもですね、すごいことをやってる知事がいますね。で、そういう人たちは、逆に言うと、今のこの、失敗してる、冷めた目で見てます。片っぽで、官僚的な知事たちは横並びでですね、そして自分たちの責任は回避をして、ひたすら中央政府が言うことにですね、イエスと言ってるんだって、なんでそんなことするのって、私昨日聞きましたら、要するに、あるステージ、ジャーナリストはおっしゃっていました。まあ、どうなのかわかりません。今、知事も皆さんが選んで来られた方だから、そこまで自律性がないとは私は思いませんけども、ぜひですね、皆さん、今日も、一方で一生懸命頑張っている人たちがいると。今日こんな上からですけども、いつものバラ園は、ここですね。ご覧になりますか？これです。もうこれが最大限ですね。これですね。そうですね。ちょっと異常な、まさにそのディープステートのやってる仕業であるかもわからない時がありますから、皆さんお気をつけて。バラご覧になれますか？上から。ですね。今日はこの、こういう状況なんで、ここから失礼いたします。今日も良い一日を、ごきげんよう、たくさんの祝福がありますように。右とか左とかの考え方を一回外してみてください。そして、自分たちの社会を、日本を損なうものなのか、守るものなのか、種苗法もみんなそうですね。明るくあったかいものなのか、暗く冷たく、もう生活保護とかやるなっていう人は必ずおっしゃってください。ご自身の財産を全部寄付して、そしてその後でおっしゃってください。今の収入もですね、同じような状況になって、そしておっしゃってみてください。どれだけの人たちがあなたの心ない言葉でですね、死を選んでるか、子供たちが飢えてるか、そういう想像力も働かせていただくべき人もいるなっていうふうに思います。
空はこんな曇りです、やっぱりバラで、お別れしましょう、どこかな、これだ、これですね。それじゃあ皆さん、今日もごきげんよう、良い一日を。また国会の方から報告をします。私もですね、その田村社長さんのように国会を見える化して、そして皆さんに判断をしていただきたいというふうに思います。これ YouTube でも、見ることができるようにしてますんで、ぜひそちら、私チャンネル3つあるんですけども、国会質疑のチャンネル、チャンネル1はこうやって日々の動きを放送してます。放送っていうのかな、配信してます。そちらへも登録よろしくお願いします。ごきげんよう。